どうも下花尾です、えー、本日もですね、えー、なかなかにショッキングなお話をさせていただこうかなというふうに思っておりますえー、本日のテーマは「子どもの葬儀費用を踏み倒す親」ええー、って感じでしょ皆さん <laughs> もうタイトルだけでちょっともうなんかええー、っていうねはいまああの僕もねそのなんでしょうまあそこそこあの葬祭業をやっててでしかもあのやっぱり 都,都市部だったんですごくあの件数も多いんですよ僕あのー、まあ仮装の時もそうですし葬儀屋さんの時もそうですけれどもでなんですけどもまあでもこのタイトル通りのことはまあ <laughs> 本当にもちろん1回しかなかったですけどねはいでその時のお話をさせていただこうかなというふうに思っておりますはいえー、これですねとあるまああのー、お子さんがね亡くなったんですよええー、で、まあ、ちっちゃい 男の子ですでそれの、えー、要はご両親がね、えー、うちの葬儀屋さん葬儀会館に来ましてですね来られてで、えー、葬式の、えーまあ、どういうふうなお葬式にするかということで、えー、相談をしてたんですよねで、あのー、お母様とお父様で、まあ、来られたんですけどもそのお父様の方はなんかあんまりこのんでしょう発言権がないというかもうどっちか言ったらもうお母さんの方がですねもうこうするああすると。 で旦那さんが何か言っても「いやもうあんたはいいのよ」みたいな感じでこうすごいお母さんが強い感じの、まあ、ご夫婦だったんですよでなのでまあ必然的にそのお母様の方とまあお話をまあ進めていくとで、えー、旦那さんの方はそれを聞いて「あそれだったら大丈夫です OK です」みたいな感じのこう許可を取っていくみたいな感じで、えー、そういうスタイルでお話をしてたんですけれどもあの要はねそのお子さんがあの結構ずっと長いこと病気で。 あの本当にちっちゃい頃から病気でですねずっと、えー、病院に通っていたでそして入院をずっとしていたとあそうですよね大変ですよねでなので、えー、要はその葬儀費用をねあの抑えたいといやもうそれはかしこまりましたとあのもうちゃんとその言ってくれた通りにこちらさせていただきますんでご安心ください大丈夫ですよということで。 で、あのー、じゃあ、例えばね、棺はこうこうこうで、お花はじゃあどれぐらいでとか、えー、今日かって言って、ね、そのまたお花のこうこういうね、まあいろいろあるんですけれども、まあこうはああでこうでああでって,っていうふうにやっていって、で、あ、これぐらいだったら、あの、大丈夫です。あの、できますということで、あ、かしこまりました。じゃあ、あの、これで、あの、一応予定としてさせていただきましょうと。まあでも、また何か、あの、あれば、いつでも電話してくださいね、と。で、明日からお通夜なんで、みたいな感じで、で、終わったんですよ。 その,えー、その方からですねあのまたうちの葬儀会館の方に電話があったそうで,で僕はちょっと知らなかったんですけれどもあのその内容がですね葬儀をあのもうううちょっっとと豪華にしたたいという連絡だったそうなんですよでまあその言われたんであじゃあ例えばじゃあお花をねそのもっとこう盛大にしたいとか、えー、いう話だったそうなんでじゃあ,あそれですらこうこうこうででこの でなりますすとでででかりましたと大丈夫ですって言うんですよ、ねでえー、それで終わったんですけどその後僕その話を聞いてですねあれって「あそうですか」と「あなんか結構その、ね、あの息子さんが入院で」って大変とおっしゃられたんですけどねって「あそう」みたいな話をしてたらですねその、えー、お母様の方がまた葬儀会館に来られてですね直接で、あのー「葬儀をもっと豪華にしたい」ってまた言ってきたんですよ。えっ、ー、と思って。 そうでございますかとあじゃああのー、ちょっとまたお話しさせていきましょうということでその方と僕ともう一人ね、えー、3人でお話しさせていただいたんですけども当初に言っていたそのなるべくシンプルなね、えー、感じのをお葬式にするっていう話だったんですけどもひつぎも例えばあのもう2つぐらい上のやつでとか<あ>、えー、なんかあのいろいろこれはでとかなんかどん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 豪華になっしたがるんですよね。であのあ そうですかしこましたあのですかあのこうなるとお値段こうなりますけれどもあの大丈夫ですかと聞いたらあもうあのやっぱり考え直したとその息子の最後だからもう盛大に送り出してあげたいんですと。 えー、おっしゃられてて、あ、かしこまりましたと。じゃあ、あの、そういうふうにさせていただきます。もう、向こうがそうしたいって言うんでしたら、こっちはそれをね、その、断るわけにもいかないし、じゃそういうことで、ということで、えー、で、そしてお通夜と、で、お葬式を迎えてですね、えー、最終的にね、結構豪華なお葬式になったんですよ。で、 あのー、その、模主としてね、そのお母さんの方が、あの、模主としておご挨拶されてたんですけど、その時もですね、あのー、この度は、あの、葬儀屋さんの方にもすごくお世話になって、どうのこうの男、とかいろいろ言っていただいて、あ、まあ、そういうふうにね、言っていただいてるんで、あ、じゃあ、あのー、なんかこう、満足してもらったんだな、よかったな、と思ってたんですよ。で、まあ、あの、それで終わったんですけれども、えー、いや、皆さん違います。終わってないんですよ。はい。そこから何か。これからがタイトルなんですよね。はい。 タイトル通りのことが起こったんですよ。えー、実はですね、えー、その方の、まあ、要は、お支払いをね、あの、ちょっと遅らせてほしいという話は聞いてたんですよね。で、あ、かしこまりました。うん、それはもう、あの、事情もこっちも分かってるんで、もう大丈夫ですよというふうに言ってたんですけれども、えー、1ヶ月経ち、2ヶ月経ち、一向に連絡が来ない。あー、あと。 でね、そういう時って、こっちもね、連絡するの、やっぱり気が引けるんですよ。ね、いや、そうでしょね、当然だって自分の息子さん亡くなられて、で、それの葬儀費用をね、その払ってくださいって、電話する方も嫌ですよ。で、なんだけれども、やっぱりその電話しないといけないじゃないですか。電話するじゃないですか。通じないんですよ、皆さん。<laughs> あの、電話が通じません。あの、あれです。よくある、あの、このお電話はみたいな感じのやつです。はい。ええーっていうね。 はい、で、えー、まあそこからですねさらにちょっと月日が経ちまして結局その、えー、亡くなられた息子さんのご夫婦のご親戚からですね情報を得ましてですね、まあ、あのとある九州のところまで、あのー、もう引っ越しされているという話を聞きました、まあこっち関,、ね、関西の、あのー、とこなんですけどもえー、えー、とどうしますって話になったんですよ。ね、で 結局どうしたか、えー、社長と僕と2人で九州のそこまで、えー、行きましたよ、そこの住所にね、はい、あの電話は分からなかったんでもう直接行くしかなかったんですよね、で直接行きましたで、行った先がですね、あのー、すごく、あのー、田舎のところで平屋の一軒家でしたね、結構大きめな、うん、でそこに、えーまあ、住所があってです、ね、であここに住んでらっしゃるんだなと。で まあ行ったわけですよ表札がなかったんですけどねとりあえずピンポンと鳴らして「ですいません」と社長がね言ってそしたらガラガラって出てきたのが奥さんだったんですようわあと思って「あ奥さん」と思ってでそしたらあの、まあ、社長がね「あ恐れ入ります」と「あの私何々葬儀者の何々ですけれどもと」と「先日の何々のこの件であのちょっとお伺いさせていただいたんですが」と言ったら奥さんが「 何ですかって言うんですよ。え何ですかえって言ったら、次奥さんが、え葬儀屋が何の用ですかって聞くんですよ。えー、あ、これ話通じないぞ。もう僕直感しましたよね。あ、これはちょっと大変だぞと思いましたよ。で、そこからですね、その社長とその奥さんの、あの、まあ、口論って言ったらちょっとあれですけどね、まあ、口論にする、 つもりはもちろんこちら側はさらさらないんですけども結局奥さんの方がですねあの知らないの一点張りなんですよでもうはっきり言ってましたね何ならあの息子がその亡くなったって何を言ってるんですかそんな失礼なぐらいまで言うんですよその方うわーって感じでしょであの社長がですねその拉致が開かないと思ったんでしょうねその僕にちょっと耳打ちして「ちょっとあのお前頼む」ってあのなんかねそのい そおっきいまあお家の平屋の一軒家のなんか庭のほうにさーって行ったんですよで僕一人取り残されたその奥さんと対面で,であの結局だから僕もねその言うしかないんですよ「ああのー、すいません私あの、ね、一緒にあの対応させていただいた何々覚えてますか?」みたいな感じでねあのそんな感じで行くんですけども,もう結局知らないの一点張りもうなんか何かんだったら「あのあなた失礼ですよ」ぐらいまで言,あの言われた感じでうわーもうこれ。 マジでやばいぞーみたいな感じで、社長、社長早く戻ってきてくれって僕思ってたんですけど、そしたらね、庭の方から社長がね、走って、タ,タタタタタタって僕の方に来てですね、で僕の腕ガッて掴んで、帰るぞって言って、えぇって言って、ええって言って、そのまま釣られて、車に乗せられて帰ったんですよね。で、車の中で、え、何すか社長なんでなんすかって聞いたら、いやいや、あそこはもうちょっと、あかんと。もうちょっとダメや、って言って。 ななんでなんでですかって聞いたらその社長はなぜ庭に行ったかというとその庭の方に行って家の中を見たかったんですってで家の中に誰か他にいないかって考えたんですってで頭の中でその旦那さんもいるはずだからと思って要は旦那さんの方だったら話が通じるかもしれないと思ってそっち側に行って様子を見に行ったらあのー、何でしょうその子供の勉強机みたいな感じの何か机にその旦那さんが。 あの座ってらっしゃったそうなんですけどその服装がちょっと幼い子供の感じの服装で勉強机に座っててちょっと異様な光景やったらしいんですよね。でそれを見た社長がこれはダメだと思って僕の腕をつかんで帰ったと、えー、いうことがですねこれ実際にあの起こったなかなかなんてことでしたね。 あのまあ、ちなみに、あのまあ、その間で,です、ね、半分くらいまではあの葬儀費をいただいたそうなんですけども結局、そのあと半分はまあ払ってもらえずに、まあ、ただ、もういいと社長もあのもう大丈夫、関わりたくないということでそれで終わりちゃいましたけれどもねあのだからなんでしょうねそのやっぱり難しいところですよ。あの 実際にねその自分の子供を亡くしたことによってだから、おそらくちょっとだから精神的にねだいぶ負担があってあのー、本当にやられてしまった面がかなりあるんじゃないかなというふうに思います、はい、だから、あのー、やっぱりねその頭ごなしに何でしょう,もうほんまにこの払えみたいなそんなそんな気にはなれないんですよ、それは僕もそうですし社長もそうでしたよ。 だからね、社長も頭を抱えてましたあの「いやーなあ」と「いやまあ気持ちは分かるけどなあうって言ってねあのすごく頭を抱えてらっしゃいましたけどねまあねそういったことがあったということでこの動画を撮らせていただきましたはい皆さんはねどういうふうに感じられるでしょうかはい本日は、えーね、自分の奥さんのちょっと葬儀代金をまあ払わま はなかったのか払えなかったのか払う気がなかったのかわからないですけれどもちょっとそういった動画を撮らせていただきましたではまた火葬場機団では皆様からの質問をコメント欄より募集しておりますどしどしコメントの方お待ちしております